金は普通は錆びることがないので、このような金色の輝きがずっと続きます。しかし、電気の力を使うと簡単に酸化させることができます。皆さんは金が酸化すると何色になるか知っていますか？これから金の錆を作る実験を行います。このような装置を使って金を酸化させます。今回はクエン酸の水溶液を使います。金を酸化させるために金を陽極にセットします。反応を開始します。電圧は約4ボルトなので、乾電池数個分の低さです。気泡が大量に発生していますが、この奥で金が酸化されています。表面の色が少し変わってきました。試料を取り出し、純水で洗います。このオレンジ色が金の錆の色なんです。金の場合は錆びている方が不安定なので、放っておくと金に戻ってしまいます。こちらは電解液を周酸にして金を酸化させているところです。今度は暗い色に変わっています。周酸を使うと金のまま真っ黒な色になることが分かっています。表面にできたとても細かい構造が金を真っ黒に見せています。金の錆って何に使えるのでしょうか？試料の表面には細かい穴が開いているため、同じ金であっても表面積を2500倍まで増やすことができるのです。例えば電極として用いると、その効果は処理する前の何千倍にもなり、金などの貴金属を無駄なく利用することができます。私たちが学んでいる応用化学は、このような優れた機能を持つ材料の開発を通して持続する未来社会の構築に役立っています。